宮原聖一宮原聖一は日本の教育学者、東京大学名誉教授、専攻は社会教育学、東京生まれ、東京帝国大学文学部教育学科卒業後、新興教育研究所、教育科学研究会で活動の後、1940年法政大学講師、戦後は文部省社会教育局勤務などを経て、1953年、 東京大学教育学部教授。1957年、教育学辞典の編纂で毎日出版文化賞、受賞。1971年定年大官、東大教育学部の早々期を支えた人物の一人で、教育学の勝田森和、教育行政学の宗方誠也と共に、3M と並び称される。戦前は教育科学運動を推進した。 戦後の教科権再建運動にも携わる。教育の社会的規定性を重視し、教育的価値の存在を認める勝田た森一と論争した青年教育論の分野にも先駆的な業績がある。矢川徳光、梅根悟ら、戦前、戦中期に活躍した教育学者には、戦後、戦時中の戦争協力を煽った論文や文書や業績を省略、削除。 隠蔽する者がいたが、宮原は、国土社から、宮原正一教育論集が刊行されているが、戦前における論考のいくつかは、宮原自身によって削除されている。また、略歴や業績などでも、当時の戦争協力を煽った論文や文章を、省略、つまり隠蔽している。長浜伊佐夫元東京学芸大学教授は、宮原を次のように厳しく批判している。宮原は、 戦時下のことについて一言も触れずじまいだった。戦時下のことを若い世代が口にすると、途端に機嫌が悪くなったという、教育の戦争責任明かし書店。1984年、また、進歩的文化人が、戦時中は、戦争は、人類進歩の原動力と極限して、体制迎合し、戦後になると平和主義者、民主主義者に表現したという暴露本。 進歩的文化人学者先生戦前戦後現地集には宮原について次の副題が付けられている宮原正一部指導教育論から日教争を抱え講師進歩的文化人学者先生戦前戦後現地集全謀者昭和32年以上の議論に関して山田正幸は記憶の風化と歴史認識に関する心理歴史的研究抵抗と転向の転倒、のに 長浜勲における戦争責任追及の問題で検討した。長浜勲、教育の戦争責任証書店、1984年、180.230ページ。奥間英治、民主と愛国信用者。2002年、386ページ。竹内博士、革新幻想の戦後史、諸君。2008年9月号、231ページ。ありがとうございます。